摂津鉄道は明治時代に存在した鉄道路線およびその路線を運行していた鉄道会社。川辺馬車鉄道会社が1891年に開業した天ヶ崎伊丹館の馬車鉄道を池田まで延伸し、軽便鉄道化したものが摂津鉄道である。1892年6月30日に甘崎伊丹池田および伊丹、生瀬間の営業を出願し、 同年12月27日に認可を得ている。当時の法律の制限があるため、川辺馬車鉄道の解散、新会社の設立の手順を踏んでいる。1893年3月より、伊丹駅池大機関の延伸工事を開始した。川辺馬車鉄道とは、機関が異なっていたため、天ヶ崎駅伊丹駅間の改め機工事も同時に、行っている。同年月日より、 天ヶ崎駅カ館で試運転を行い、同年12月12日に、天ヶ崎駅、長須駅、伊丹駅、池田駅の4駅で開業。1894年3月に、大物駅、塚口駅、伊丹南口駅も開業した。バ車鉄道では、天ヶ崎駅伊丹駅間が1時間を超えていたが、天ヶ崎駅長須駅間を約9分、長須駅伊丹駅間を 約18分で交通できるようになった。ただし、川辺馬車鉄道では許されていた平面交差が認められず、汽車が幹線をまたぐことは許可されなかった。このため、長瀬駅を幹線の北側と南側の2カ所に分けて、列車は折り返し、乗客は歩いて乗り換えを行うこととなった。興味深いことに貨物のみ人力で押しての通過は認められていた。 長瀬駅において、関節鉄道により、南北に分断されたことで、節鉄道は、天ヶ崎、伊丹、池田を結ぶよりも、天ヶ崎、伊丹、池田を、幹線の関崎駅経由で、大阪、神戸に結ぶ鉄道としての性格を強めた。時刻表は、幹線への乗り換えを考慮し、関崎駅の幹線列車発着時間に合わせて、組まれていた。 摂津鉄道各駅から幹線への直通ギップも発行されていた。摂津鉄道が運行されていた当時、日本海側の重要な軍港であった舞鶴への鉄道敷設計画が盛んに立てられており、摂津鉄道もそれらの中に組み込まれていく運命にあった。最終的に1897年2月、大阪から舞鶴までの鉄道を計画していた。 半角鉄道会社に路線を売却して解散した。半角鉄道に買収された後も、改め期完了まで使用された。20両購入。1編成につき4両を連結していた。上等車、中等車、加等車の3種があり、加等車の定員は1両24人。伊予鉄道2899年3等客車2両、3等、環球混合車2両、 1900年に1等客車4両、3等、客車6両、3等環球混合車4両計18両を売却。20両購入。ABCDE、日本全国諸外社役員6。明治29年設置鉄道会社営業願い、目論見書所天ヶ崎市次第7巻、P692 設置鉄道不設免許場、天ヶ崎市次第7巻。 P697、鉄道マイル数、千八1894年1月11日、鉄道局年報。明治26年度伊丹南口は南口、鉄道マイル数、千八1894年3月13日、こと明雑市、第21号天賀崎市第7巻。P700ABC、こと明雑市第18号天賀崎市第3巻。 P268 伊丹市第3巻。P254 鉄道局年報、明治29年度。ハット ABCD 記者時間表近記。名所読案内 AB 伊丹市第3巻。P253 天ヶ崎市第9巻。P259 ABC 天ヶ崎市第3巻。P269 川西第3巻。P195 宝塚市市第3巻。 p181 湧田康夫石本祐吉伊予鉄道私鉄車両めぐり特集3鉄道図書館公開1982年350ページありがとうございます